船頭チャンネルの船頭です。本日からねワールドカップモードの方ねやっていきたいと思います。いつもやってるね日本人縛りのキャリアモードの方はね少しだけお休みします。そこはすみません。一旦ねワールドカップで盛り上がりましょう。はい、というわけでこちらがワールドカップ出場チームで、グループの組み合わせは現実と全く同じです。でまずはねどの国で頂を目指すか決めるんですけど、まあこれは木をてらいたいんでね、まあジャパンにしようかなと思います。まあ王道だとやっぱりカタールとかになるのかね。まあ中東の笛でどれだけ勝ち上がれるかみたいなシリーズがね王道だと思うんですけど、やっぱりちょっと変わったことにね取り組んでいきたいんで、ジャパンで頂目指していきます。じゃあジャパン選択して進んでいきます。世界の舞台へようこそ、かっこいいよ。セーブデータ作成と、ちょっと日清ゲッパーズのデータに上書きとかマジでやめてよ。新規作成でいきます。じゃあまあセーブデータ名決めて進んでいきます。おえかっけー、これは関ジャニ8の8の部分回転させたやつかな。いや来ましたね、もう早速ドイツ戦望める感じっぽいね。まあ一応グループの組み合わせとか確認しておこうか。まあご存知だと思いますけど、一応グループ A から確認しておきます。エクアドルがリアルと全く同じスコアで勝ってるね。セネガルオランダドローみたいです。グループ E はイングランドウェールズが開幕白星発進と、さすがにイングランド6点は取ってないけど IER イランってなんすか。グループ C はアルゼンチン4発大勝発進、そしてグループ D フランスデンマークが好発進しています。そして我々日本が所属するグループ E です。我々は初戦ドイツ、2戦目コスタリカ、3戦目スペインっていう感じですね。まあさすがに知ってるような、なめんなって感じですよね。グループ F は、こちらです。決勝 T に勝ち上がった場合はこのグループ F のねチームと初戦対戦なんで、まあこの組も注目ですね。はい、そしてグループ G がこちら。ここのグループは個人的にかなり興味深いっすね。まあブラジルは優勝候補筆頭だし、セルビアもなんかねメンバー見た感じだいぶ興味深いんですよね。グループ H こちらです。まあリスペクティアのロナウドが最後のワールドカップですしね、ウルグアイも興味深いよな。まあグループ紹介はこんな感じで、早速ドイツ戦行きましょう。はい、まずはスタメン発表です。キーパー権田、ディフェンスライン右から酒井、冨安、吉田、長友、ダブルボランチに遠藤と森田、2列目右から伊藤、鎌田、久保、ワントップ前田です。はい、スタメンに関しては、一応ねドイツ戦の予想的なメンバーでいきます。今撮影してんのがリアルのドイツ戦の前日のね22日火曜日なんですけど、まあちょっとね状態が心配されてる森田秀とかも一応なんか全体練習戻ってきてるみたいなんで、スタメン起用でいきます。あとまあメンバーに関してはね完全に森保ジャパンの面々です。なんかねワールドカップモードが実装された当初はねメンバーが若干違ったんすよ。なんか半端ないとかも入ってて、初めジャパンのメンツとは若干違ったんすけど、最近アップで入って完全にメンバーが初めジャパンと同じになったみたいです。ちょっとベンチの枠少なくてメンバー外の選手多いのがね残念っすね。なんか相馬とかも結構重宝されそうな気するからベンチ入れたいんすけど、ちょっと枠がマジで少ないんすよね。てかあれか、竹広とこれマヤ逆か。竹広左センターバックでね。あとあれなんだよな、なんかマヤのレーティングとかもすげえ高くて、あれみたいっすね、ワールドカップモードのレーティングはキャリアモードのレーティングとは別みたいっすね。ちょっと喋りすぎっすね。試合行きます。はい、ドイツのスタメンこちらです。まあ全員怖えよな。ワントップはデエミっすね、カリムです。まあ初戦勝ち行こうぜ。それでは試合行きます。 FIFA のワールドカップ、さあ盛り上がってるね。これワールドカップの演出か。いるな、こういう人らワールドカップにやたらいるよな。さあすげえ紙吹雪待ってるけど、早くねえか、紙吹雪演出始まんの。誰もまだ入ってなかったろ観客が。さあジャーマニーのメンツこちらです。カリム、アディエミ、あれなんだこういうなんだ、グニャプリ、髪型全然ちげえじゃん。すげえ独特な髪型にしてたもんな。初代仙道の髪型あれだったろ、確か去年の一番最初の仙道の髪型あれだったろ。さあジャパンの集合写真、マヤとかヒロキ後ろだろ絶対。いやユニフォーム本物を使えるのマジありがてえよな。よいしょよいしょと。さあドイツ上がってくるよ。グニャブリー来たね、グニャブリー。ユウトの対人頼むよ。 OK、 下げさせた。キミッヒ右サイドバッカー、本番は多分ボランチだよな。
グニャブリーが、オッケー、ユートナイス。ここ冷静にね、一回スペースあるんで運んじゃいます。大然が走っている。ちょっとサポート少ね。サポート少ねえよ。森田ヒデいいんじゃない？逆サイ次相手ね。いいぞ、これヒロキだ。ファーサイドの大然来たんじゃねえか？大然、いや、マジか。いや、ノイア止めんのか。入りいいぞ、我々。さあ、右サイド再びニャブリだが、ここユートのテリトリー。ユートがめちゃくちゃ強えぞ。ユートにパスが、オッケーオッケー、通った。大然動きいいんじゃない？中いる？ユートに出して、大地に出して、シュートいって、いや待って、マヌエルが強え。いや、ゴールキッカーしかも。さあ、我々右サイド、ヒロキがドリブルで上がって、大地、一回ズドン行っとこう。大地、竹房拾うよ。拾って、大地、いや、待って、ここが通らねえか。いや、どうも。ドイツさん右サイド、ちょっとやべえ。ユートが上がっちゃってるわ。ここは竹広のカバー入って、オッケー、ナイス。グニャブリー大したことねえぞ。ここ冷静につなげ。プレス来てるけど、これは大チャンス。どうする順、待って待って、危ねえ危ねえ。早かったぞ、今。プレスバック早くて。大地、いや、ちょっと微妙クロス。いや、ミスった。結構チャンスだったろ、今。でもだいぶあれだな。プレス、すげえプレス来るから、そこ回避できれば、かなりチャンスにはなりそう。一回集中ね。カリム来た。おっと、オッケー。いいよ、ドイツ、オフェンス今んとこ大したことないけど、まずい。出されたら終わるけど、打ってきて、ナイス。ゴンダ、シューイチナイス。さあ、ドイツさんのコーナーキック、高さは警戒したい、ナイス。大ちゃん、ナイスクリア。寄せてけ。頼むよ。大地寄せていきます。クロス相手、出てこい出てこい。シューイチ、シューイチ、何してんだよ。なんで飛んねんだよ、今の。え？今俺飛び出しで三角ボタン押してたら、スルーパス、それでスルーパス蹴り上がった。マジか。痛すぎんだけど、その失点は。いや、こういうの FIFA 取ってくれんじゃん。バックパスの、バックパス判定クッソ甘くていつも取ってくれんのに、なんで蹴ってんだよ。で、これダイレクトで合わすにゃぶりなんだよ。はい、01。さあ、ドイツさん来てるよ。あいつ上がってきてる、ラウムが。ここは警戒したい。でも逆に取ったらカウンターチャンスだよな。いや、取りきれねえか。順位行ってもらいたい。打ってくるよ。ミドルあるよ、こいつら。ギュン。すごい細かい連携。オッケー、チャンスじゃない？竹房行って、一回大地当てる。竹房上がってこい。いや、ちょっと弱いけど、オッケー、一回キープして、ユートさんに託して、一回ユートの全盛期の上がり見せてもらって、大然が来るか、いや、うっ、オッケー、来た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 。いいよいいよいいよ。あっつ、この試合。全然我々いいよ。大然。これやっぱ開幕戦のゴールといえばこのパフォじゃね。南アフリカのこのパフォめっちゃ好き。いや、いいんじゃねえか。ユートが普通に強えぞ。ちょっと我々なんか前線の決定力不安だけどな。さっきから決定機ノイヤーに止められまくってるから。オッケーオッケー、こぼれ玉ない詰めよう。大前、あ、11。おっと、削られて。ちょっとワンチャン大丈夫か。ユートが大丈夫なやつ、怒ってるだけでやってくれ。黄色、オッケー。ミュラ黄色ね、トーマス。ユート大丈夫か、これ。大丈夫なやつだよな。いや、ユート金髪バージョンで搭載してほしかったな。危ねえな。こいつ危ねえな、トーマス。さあ、ドイツさん来るよ。レロイが左サイドで。大丈夫？行ってくれ、誰か。寄せていって、細かいつなぎが危ねえけど。ナイス！ナイス、シューイチ。さあ、ドイツさんの、コーナーキック、オッケー。ジュンちゃんナイスクリア。頼むよ、寄せていきたい。怖っ。え？おっさいないの？あぶね、外れてる。レロイがやらかしてくれた。ドイツ上がってきてる。ゴレツカからスルーパス？あぶね。ナイスマヤ。カウンターチャンス？ジュンヤから一回大地に当てて、ジュンヤが走っているので使います。ジュンヤの縦ちぎり見せようか。大然がいいとこに来てんだけどな、クロス微妙だな、どうも。今回のこの企画で、もし私のね、動画初めて見る方、いらっしゃいましたら、
私一応選手の呼び方とか基本逆張りなんで、だいたい下の名前とかで呼ぶんで、ちょっとそこはうっとなっても一瞬考えれば多分わかると思うんで、そこは一応対応お願いします。頼むよ。にゃぶりとかも基本グニャブリって呼ぶから。やばい、レロイが来た。これは週1ナイス。週1呼びだからね、ゴンダのこと。ここは竹房が OK。 さあもう前半アディショナル1分でこれ終わりてえな。終わりたい。やばい、カリム来てる。 OK ナイス、クリアして前半終了。ナイス。はい、前半のスタッツこちらです。いやマジで真っ向勝負で五分五分なんだけど、後半ちょっと逆転いきたいね。はい、コンサート。さあドイツさん上がってくるよ。レロイが左サイド繋いできて、やばくね。走ってきている。トーマスがカリム打ってきて、いやマジか、それはシュートうますぎ。いや行かれたか、これちょっとこの力で行かれちゃったよ。ちょっとな、ここのトーマスのまず飛び出しがかなりうざかったな。いやナイスシュートすぎ、これは。カリム左足ズドン。いやいいシュートすぎねえかこれ。うわすげえ。あ、1-2。さあドイツさん左サイド危ね、レロイちぎってきたけど、ここキープ頼むよ。ヒロキにつなぎた。やべ、ミスった。これ一番ピンチ。オッケーナイス、マヤ。一回キーパー下げますけど大丈夫、もう蹴っちゃうわ怖いから。ナイスパスすぎ、そりゃいいね。竹房から第一走ってる。第一にスルーパス、リュディニキ強い。さあドイツ上がってくるよ。ここはトーマスだ。いや機関車が怖えな。機関車トーマスめっちゃ見てたからな私幼少期。機関車で育て、トーマスで育てられたようなもんだからな。ミュラーに私育てられたようなもんだからね。どう？ジュン、いやマジか。いやどんまい。さあドイツギュンドアに代わって、ギンター入ってきた。ボランチギンターかな。はい、で我々も選手変えます。前田大然アウトで三笘薫入ります。薫左で竹房真ん中の大ちゃんワントップね。ちょっとケイスケ本田とか丸ちゃん、田中丸ちゃんとかが言ってた組み合わせにしたんだけど、マジか。一瞬の隙で疲れたけど。いやカリム2発、マジか、やばくなってきたな。ちょっとどうした、ここ何が起きた。裏疲れてんの竹広が。ちょっとあんまよく分かんなかったけど、いやここなんか多分背後ついたっぽいわ。いやこれは週1でも止められず、どうもい。はい、我々も選手会います。森田秀アウトで柴崎岳、あと優斗長友アウトで伊藤博樹入ります。ちょっと行くよ。13。さあ竹房ボール持って、薫ミッドマーが上がらせて、来たか、打っていく。いやマジか、ブロックされる。どんまい。ちょっと第一のワントップ機能すんのか。ケースケ本田とか田中が押してたからトゥールよね。頼むよ。ここ寄せていって、いやちょっと伊藤博樹が頑張れる。いや頑張れない、まずい。グニャブリーが来てる。ちょっとユートのスタミナが結構厳しそうだったから変えた。いや待って、ガクプレッシャーいって。OKOKOK。遅らせて、ゴレチ OK。第一走らせてる。第一走らせてるけど、なんか微妙だから、ワッタルのちぎりで。いや、マジか。リュディニキ強えよ。やべ。グニャブリーから、ここは誰かが来てる。パッと許すなよ。打ってきた、危ねえ。さあ、ドイツ、グニャブリーアウトで、カイが来た、カイ。ハーバーツ。ここでハーバーツくんのダリーな。ちょっとワントップ第一微妙な気するんで、竹房アウトで、浅野拓磨いきます。浅野ワントップで第一がトップしたね。さあ左サイド、ヒロキ伊藤から、拓磨。抜けてくんじゃねえか？いや、おっさいか、いや、どんまい。薫がガチ負傷っぽくね、これ。嘘だろ。マジか。ジョーカー薫が。貝が削ったが、これガチ負傷じゃないやつだ。なんかシンプルに削られただけだ。ガチの削りじゃねえかよ。危ねえな。ジェーマニー危ねえぞ、さっきから。あ、で、しかもファールくれてたわ。でかい、これは。ちょっとどうしよう。短いの蹴ってパス通るよね、これ。順位屋に出して、やべ、危ねえ。ここ繋いで、
タクマ浅野が一人でちぎんのは苦しいけど、大地走らせて。おっさんやったかな、いやどんまい。いやちょっと早かったよね、飛び出しが。出てるね、これは。どんまい。ちょっともう時間なくなってきてんな。82分。ここはヒロキ寄せていきたい。ボールが奪えねえんだよ。カリムサイド流れてる。寄せていきてえぞ。打ってきて、危ねえ。ここ拾いてえけど、セカンド全然拾えねえんだよ。やばい。トーマス。危ねえ。ここはナイス、マヤ。渡るが、やべ。終わったくせえ、これ。お、周一ナイス。5枚目のカード切りたいのになんか交代できねえんだけど。バグか、これ。まだ4人しか交代してないよな。匠アウトで、あ、違う、渡るアウトで、匠インで、マジで攻撃的に行こうとしたのに。なんかバグ、まさかのバグ。やめてくれ、リュディが。危ねえ、周一ナイス。危ねえよ、周一だいぶ止めてんな。ナイスキー。さあ、ドイツさんのコーナーキック。ガクがクリアして。寄せていきたい。嘘だろー、オッケー、ナイス。強っ、周一強っ。反応えぐくなかったか。ナイス。周一、これ眉毛ほっせえな。めちゃくちゃヤンキーの眉毛なんだけど。さあ、ドイツのコーナー。ガクのクリアくっそ甘かったぞ。いや、ちょっと4対1負けたか。まあ、まだ初戦ですからね。スープ飲むな、小指立てて。いや、ちょっとクリア緩くね。ガクが、すらして完全にアシストしてんじゃん。どんまい。おい、一音。さあ、ドイツさん上がってくるよ。ちょっと怖え。やめてくれ、もう。ここで終わらせてくれた。ありがたい。4対1敗戦です。おい、試合のスタッツこちらです。いや、後半きつかったね。なんか全然後半チャンス作れなかったわ。おい、選手の評価こちらです。ちょっと苦しい評価になっちゃってるね。いや、前半決定機何個かあったから、そこで決めてればもうちょっと変わった結果になったよな。ユウと長友も良かったんだよ。評価点 8.2 と。はい、グループ E の順位表こちらです。ちょっと我々再開発進です。スペインとコスタリカは、2対1でスペインが勝ったと。ちょっと次のコスタリカ戦は確実に勝利必要だね。グループ F から H の開幕戦確認しておこうか。ベルギー、クロアチアが勝利してますね。グループ G は、ブラジルが順当に勝って、ブラジルがセルビアに4対2で勝ったか。で、スイスとカメルーンはドローですね。で、グループ H は、ポルトガルとウルグアイが白星発進と。じゃあ今回はここで終わります。次回のコスタリカ戦絶対勝ちます。チャンネル登録とか高評価とかコメントとかもぜひお願いいたします。それでは、ありがとうございました。失礼いたします。